今回はこちらですよ、バーグマン200、はい、いいですよね、はい、さあこれね2018年登録10月ぐらいだったような気がします。登録証によってね、でまだ手書きの登録証の頃なんですよね、はい、で、ワンオーナー社になります、はい、世界さんでね購入、そしてメンテナンスもね12ヶ月点検、24ヶ月点検、12ヶ月点検とやられている車両でございます。で距離は今9800何キロ、まあ、1万キロちょっとぐらいになるところですよね、はい、まあまだまだこれからという感じでございます。外観を見てもね、うん、綺麗ですよね、はい、綺麗な車両かと思いますよ、はい、で、まあ、ワンオーナー車とか取説メンテナンスノート、そういったものもついてございます、はい、いかがでしょうか。色はね、これはなんかガンメタっていうんですかね、フラッ、いわゆる艶消し、うん、艶消しです、はい、まあちょっとね、見ていきたいと思いますけど、はい、2018年なんでこれはABS はついてないですね。ABS 作るようになったのも最近ですもんね、はい、フルモデルチェンジじゃないですけどマイナーチェンジになると思いますね、うん、現行モデルは、まあ、ABS ついてますけどこちらはまだついてないモデルとなります、はい、でスクリーンとかねこれ純正だと思うんですけどこうね結構大きいんですね、うん、で、まあ、バーグマンっていうとなんといってもこのシートですよ。これやばい、ちょっとこれねついね抱きつきたくなるよねこの幅この幅ですよ、どうすかこれね、はい、すごいですね、はい、そして、これはねバックレストです。これ車外だと思うんですけどバックレストがついております、はい、2人乗りでね、はい、出かけるのにもいいんじゃないかね、そんなことを思いますよ。で保護シートね、こうカッティングのカーボン調のカッティングシートとかこういうところがねどうしてもやっぱり擦りますからね、乗り降りするときにね、うん、貼ってありますとこういうところとかね、はい、なんで、まあ、これ多分剥がせば、はい、まあ、下はねそういう傷はないんだろうなと思いますけどね、はい、さあちょっとねいろいろと見ていきたいと思いますけど、まずですねこれね、これ蓋があります。ここで開くのね、パカッでこんだけしか開かねえのかよというね方もいらっしゃるでしょうね。特に、ああ鈴木はさとかいう方いらっしゃる、とんでもない、どうすかどうすか、ね、そうこれが鈴木ですよ、心にくい演出できればこれポタンポッと押すとそのままこれもポッとここまで行ったらいいね、いらない、雨降ってたらね濡れちゃうでしょ、ね、これ雨降ってても濡らさずにここに物を出し入れできる、これが鈴木の親切と私は思いますが、いかがでしょうか、はい、そしてですねこここれね、こう昔のスクーターついてますね、こういうのね、こういうね大きい、さあここもいろんなもの入りますよ。でこれね ETC がついてます、嬉しいですね ETC、 ほらこれ ETC ね、そしてこっちに 12V の電源ソケットありますね、これね嬉しいじゃないですか。ここでなんか充電しながらとかね、で給電するには向いてないですけどね、配線こう通すとねこう開いちゃう、開けなきゃいけないからそれには向いてないんですけど、まあ、ここでねスマホなりあとモバイルバッテリーとか充電するのにはいいんじゃないでしょうか、はい、でここ鍵ついてるんで ETC ねカード入れてあっても不安がないかなと思いますよ。で鍵はねこういうやつでシャッターキーとか特についてないですね、普通の鍵でございます、はい、まあ、バーグマンにいたずらするような輩はいないだろうと私は信じますがどうでしょうか、はい、さあここにアンテナねついてますよね、はい、さあメーターはねこんな感じなんですよ、バーグマンはね、いわゆるビッグスクーターみたいなね、車に近いやつね、スピードメーターとタコメーターね、アナログのがついてて、まあ、真ん中にインフォメーションディスプレイっていうんですか、それがついているっていう感じですね。スイッチオン、はい、オープニングはこんな感じ。さあエンジン始動ね、こんな感じでエンジンが始動いたしますよ。で走ってる時にエコな運転になってるとエコマークがつくみたいですね、はい、ね、アイドリングはただのアイドリングはさすがにエコではないっていうことなんですけどね。でまあスピードメーターと、まあ、タコメーターはまあ普通にね分かります。でここに時計があって距離計ですね、距離計はここで切り替え式になりますかね、トリップ A トリップ B ね、走走行距離で燃料計があって、で燃費計があるんですね、これリッターあたり何キロ、これ平均燃費になるんじゃないかと思いますけどね、はい、まあ、こんなようなね、はい、インパネになりますよ、はい、そしてハザードついてるのね、
ハザードついてます。はい、ね、ね、ハザード。で、ヘッドライトはローの時はここ、こっち左側がついて、ハイビームにすると右側。だからロー、ハイ、ね、になっているということです。これ H7 かなんかですか？バルブはね、はい、そんな感じですね。はい、もちろんパッシングもできます。はい、でウインカーの時はこれは音がしないタイプなんですね。ね、最近のは言わないですね。カッチンカッチンみたいなのね、なくなりましたね。まあ、リレーがついてるんでリレーの音はかすかにしてるかもしれないんですけど、基本的にはね音がしないタイプ、はい、になっております。はい、さあそんなところで、まあ、基本的に全部電球です。はい、バグマはね電球を採用しております。特に LED はないね。LED ないね。はい、そういう仕様ですね。さあ、そして燃料はねここなんですよね。これ押すとこれがパコッとちょっと開くんですけどね、で鍵を挿して開けて給油するというパターンですね、これね。だいぶ空きがちょっと硬い感じがしますけどね。ね、こんな感じです。はい、さあそしてですね、まあこのシートね開けてみましょうよ。パチッね、この恐ろしいほど広大なネットインスペース、これですね、ヘルメットこう2つ並ぶんですよね。で1個はこう横にしてっていうね、感じですけど、2つ並べてさらにここに小物が入るという作りになっております。これがバーグマンです。そうなるとですね、メットを引っ掛けるフックみたいなのついてないんですよ、これ。さすがにね、いらんでしょっていうね感じですね。こういう感じにね入れるみたいですね、ヘルメットね。1個は縦、1個は横にするっていうね、はい、そんな感じです。すごいですねこれね。さあこうなってくるとやっぱりね、多くのヘルメットを駆逐してきたヤマハのあのヘルメットですけど、今回はやめさせていただきます。なぜかって、これは反則だろう。ここまで大きいのはさすがに無理です。入っちゃいます。余裕です。もしかして2つあったとしても2つとも入っちゃうかもね。さすがにそれはそうね、敵を知って己を知れば百戦危うべからですね。駆逐できないものにあえて勝負を仕掛けるほどヤマハのヘルメットはバカじゃありません。はい、ということでね、入っちゃいます。だからあえてやる必要はないということでよろしいでしょうか。はい、ということでね、これね、後ろバックレストじゃないですか。やっぱりリアボックスが欲しいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、バーグマンに関してはリアボックスいらないですかね。うん、こんだけメットインスペース広ければ十分でしょう。これで入らないっていうのはよほどのことではないとないと思います。下手なリアボックスよりもよっぽど広いですからね、中とかね。恐ろしい、怖いですね。これがバーグマンですよね。やっぱり鈴木らしいですね。こういうところはね、はい、まあね、こういうお尻っていうのかな、大きいお尻が好きな人もいるでしょ。でもいや、細身のシュッとしてる方が好きだっていう人もいる。うん、だからまあそのお好みに応じてですね、選んでいただければと思うんですよ。ね、二人乗りする場合はね、バックレストいいですよね。であとさらにこれリアボックス過ぎちゃうと、結局キャリアで外によく後ろに出っ張ってさらにもっと長くなっちゃうから、そういう意味では、まあ、これぐらい逆にね、バックレストぐらいでちょうどいいんじゃないかな。後ろに乗る場合はでもリアボックスとかバックレストなんかしてほしいですもんね。でもここにちょっと腰ね、あれできるんでいいですよ。これ幅広いんだよ。すんごい幅広いですよね。これやばいですよね。本当に私ね、初めて見た時ね、思わず抱きついちゃいました。皆さんどうですか。これね、バックレストなんか抱きついてないんだよ。ね、こうやってね。なんだこれは。思わないですか。ね。さらにこれちょっと待ってくださいよ。あ、またがってましょうよ。これ後ろに怖い。ね。こうでしょ。いいよ。いい。こんな感じでね。ほら。あ、いいね。こんな感じでたまんないですね、これね。さあ、そして前に座るね。前に座ってもなかなかいいんですよ、これ。ね、こんな感じでしょ。で、今センタースタンドだけど足つくからね。はい、これ日本人向きのスクーターです。そしてこう、もちろんこういうね、ポジションも取るし。じゃあ膝は伸びないですけど、まあ、これでホールドっていうかね。もちろんこう、難しい、難しい、難しい。ちょっとだな。これでちょっとこうね。
足を踏ん張る感じでホールドして乗るっていうね、いいんじゃないですか。そうなんでね、はい、うん、あとね乗り降りしやすいほらこれあのフラットフロアじゃないんだけど、フラットフロアじゃないんだけど低いから乗り降りしやすいね。今のスクラブほら大体こんな感じでしょ、ここがこうね、あれだとちょっとね、あの乗り降りしづらい。もちろんそこをこういう風にして燃料容量増やすとかね、パイプ入れてボディ剛性出すとか、もちろんそういうことはできると思うんですけど、あえてねそんなことしなくても、うん、っていうのもあるんじゃないですか、はい。まあ、フラットフロアじゃないから、まあ、ここになんか物ぶら下げてちょっとねっていうのもには向いてないんですけど、まあ、ついてないですね、ちょっとね、そうやってね、まあ、でもなかなかこれは、いいとこついてますね。で200っていうのもなかなかいいじゃないですか、ね、何でもあるのも250すりゃいいってもんじゃないしね、はい。まあ、作ってる国の都合もあるのかもしれないですけど、さあそんな感じですね。バーグマンのやつ、うん、特にねその店頭だとかガリキルとかそんなのはないんですよね。まあ、お客さんも、ね、教えてます、オーナーの方も教えてます、うん。まあ、いわゆる、まあ、使っていればつくような小傷程度っていう感じです、はい。ですので、まあ、程度としては、うん、なかなかよろしいんじゃないでしょうか。エンジンも静かですしね、はい。でまだちょっとしか乗ってないですけど、郵便局行くのにちょっとあのレターパック出すのにちょっとじゃあこれで行くかっていうやつで、もう何も言うことはございません、はい。これがバーガーだ、ね、鈴木だっていう感じですね。私は決してね、あの鈴木を贔屓するものじゃないし、ね、別に鈴木以外のバイクもね、メーカーがどんどんこうじゃなくてね、いいバイクはみんないいと、ね、ふうに言いたいものなんですけど、って、はい。という感じですね、バーグのね、はい、あの下取りをね、させていただきましたんで、はい、うん、なかなかいいですよ、うん、あの。オークションでもね、程度、やっぱり良くないのいっぱい出てるんで、それをね、買ってきてどうのこうのっていうのはやっぱりね、あんま現実的じゃない感じするんで、やっぱりこう、いい状態のものがね、あると、うん。あとほら、ワンオーナーでね、点検も受けてみたいなね、で乗られてる車両ですから、はい、そういった意味では、うん、なかなかおすすめできるなと、こういうふうに思います。はい。ということで、バーグマン200、もしね、ご興味のある方は、お声掛けいただけると幸いでございます。ありがとうございました。Mm-hmm.